ねえ、カジュ君、観覧車初めてかね。キティちゃんはさ、うん、あのこうやって可愛いね、柄が。ほんとね、こんなお家みたいにカーテンがついて。あっちの方はなんかさ、へんちくりだった。あ、そう。高く見えたかな、高い。外は高い。高い。確かさ、こっち側にさ、ももさんいなかった。なんかももさんの匂いがして、ももさんがいた気がする。カジュ、ほらタッチしないの、危ないよ。そこ危ないよ、カジュ。怒っちゃったら困っちゃう。ももさん？うん。なんか。あ、でもそんなに暑くないね、なんか。涼しい。あ、網だ。網だからか。そんなに暑く。なんか困ってるみたい。ねえ、でも高いとこまで登ってんだよ、これ。蹴ってる。あ、牛。ほら、いた。見える、カジュ。カタカタカタ。ももちゃん。見えない。いない。ダメだ。いたね。ももさんの匂いがするね。うん。あ、もしかして匂いがこの網からこうやってついてこなかった。うん、そうだね。ここまで届くんだ。うん。匂いここまで届くんだ。うん。パパも疲れちゃったって。今日は昨日でね。昨日あんまり寝れなかったからね。なんで？暑くて起きちゃった。さらも暑くて寝れなかった時ある。そう言ったわ。じゃあここで、はい、パパ連れてきてくれてありがとうって、はい、さらちゃんからどうぞ。え、パパが運転して連れてきてくれたよ。パパのおかげでしょ。はい、パパにどうぞ。ありがとうって。カジとも、はい、カジとパパありがとう。ありがとう。もう一つ言葉。はい、何？いつも仕事頑張ってくれてありがとう。あらまー、カジ君は？一万円だった。うん、ちゃおっか。喜ぶね、パパね。なんだで、ね、モーモさんこれいるの？あそこなんか牧場かな。ほら広いじゃん、こっちの方まで、うん、下の方まで。一面が見えなかった。草一面。うん、牛さん草買うからね。まだてっぺんに来てないよ。でも、うん、高いね。ハナすっごい嫌だったんだよ。知ってるよ。知ってる？ベビーカーここに持ってきてね。なんかさ、座っててそこでね、ちょっと高かったから怖くて泣いたんや。ギャーギャー言ったんだよ。な、もう、うん、この牛さん何してるの？何してるのかな、ここの牛さんは。牛乳を出してるんじゃない？お乳出して。牛乳作っとるのかな。ねえ、牛乳って草食べたら出る。牛は草を食べて、で牛のおっぱいをサナちゃんたちは飲んでる。牛乳。おっぱいを食べてんの？そうよ。牛乳ってのは牛の乳って書くんだよ。知ってるよ。チンチン。チンチンじゃない、乳。何？牛の乳、牛乳は。牛がチンチン？違うよ、おっぱい。もう、カズトはこの単語に反応するんだわ。あともう少しでっぺん。ほら、遠くに海が見えてきたよ。海はひどいな。うん？くくも。くも？雲もくもく、うん、でももくもく履かせましょうや。お、そろそろてっぺんじゃないのこれ。あ、てっぺんてっぺん。ねえ、
てっぺんだ、ここてっぺんだ。危ないか、ここドアのとこやっちゃダメよ、怒っちゃうよ。ハーモニーランドが一面目全然高くなって、あれがメリーゴーランドで、パパがいるとこどこだ、あの緑とピンクと黄色のとこ、うん、そうで、あとサーカスみたいなあの、うん、ピンクと白のがコーヒーカップ、うん、で、あそこゾウさんで、うん、あそこ工事現場で、ずいぶん大きいね、ここステージだよね、前にやってたとこ、ステージ前なんかやってたじゃん、ジュエルペットのなんとかサンシャイン学園だっけ、で、あそこがなんかするやつ、あれが落ちるとコースターで、あれがさっき乗ったので、うん、で、あれも落ちる、ママ、あれもジェットコースターで、これ持ってるね、え？これ持ってる？どれ持ってる？どれ持ってる？今どこらへん？モーモーさんこれ、ね、うん、モーモーさんね、なんでこの匂いが出てくるの？だって網戸だもん、ここ開いてるから、モーモーさんの匂い、